まずこちらプレイ25年分のラストシーンなんですけれども、こちらは1993年のパリが舞台で、ある家族がいて、13歳のマックスっていう男の子が両親からビデオカメラをプレゼントされるんですね。で、嬉しくて日々を撮り始めるんですけど、13歳から大人になって、その今に至るまでのホームビデオみたいなのをつなぎ合わせて、その人とか周りの人の人生を描いてる作品なんですけど、なんか見てると、あれ、これ本当にホームビデオで撮ってたやつを映画にしてるのか、それともそういう設定で撮ってる本当に全部フィクションの映画なのか、どっちかなってちょっと思うぐらい、あのホームビデオ感がすごいあったんですけど、こう、あ、懐かしいなとか、じゃあちょっと古いなとかって思うのって、やっぱりその当時かかってる音楽とかで、ああこの曲流行ってたなとか、まあ洋画なんで、そこまでその洋楽に詳しくないと、まあでも日本でも、あ、この曲よくなってたなみたいなのとか出てきたりするんで、そういうのでなんかちょっと時代を感じたりとか思いました。で、監督はアントニー・マルシア監督です。で、これホーム、私見てて思ったのが、ホームビデオだから、こう、その人の人生というか、あ、こうやって育ったんだ、あ、こんなことあったんだ、みたいな。なんか、そういうの、人の人生を見てる感じしますけど、今、こう、YouTuber とかさ、TikTok とかさ、もう、携帯にカメラ機能がついてるから何でも撮れるじゃん。で、あとみんなどこ行っても何食べても写真撮ったりするじゃん。で、それをさ、もうこの映画の主人公の子が最初ビデオカメラもらったのは13歳ってことは中学1年生ぐらいでしょ。中1の時からそういう環境だとさ、もう思い出の写真がいっぱいあるよね。私が子供の頃はまだこうフィルムカメラで現像しないと写真が見れないとかさ、あと中何歳の時から携帯持ってたかな、中1の時から持ってたか、でもなんかそこまでカメラを撮る、動画を撮ることの、やっぱそう、でもデジカメだったな、デジカメとか子供の頃はフィルムだし、そうそう、デジカメもね、画期的だったよね。今もただ自分がそんな使わないだけで、デジカメってコンデジとかカメラとかっていろいろ種類があるけど、すごいね。今 TikTok 私はやってないけど、やってる子は大人になってからこんなのやってたなって見返せるのいいよね。映像で自分の姿が残ってるのいいなーって。中学生の時に友達同士で何か動画を撮るっていうのを全然やらなかったもん。せめて写真かな、写真。あとプリクラだ、プリクラだってねえ、そんなことを考えました。はい、それでは続きまして、エヴァンゲリオン新劇場版ジョ、エヴァのこの新劇場版の作品がいよいよ最後の作、ジョハ9ときて、次の第4作目が公開される
とのことで、このジョハ Q を映画館で上映してくれるっていうのをやっておりまして、映画館で見てまいりました。いやー、庵野秀明監督で、庵野秀明監督が総監督で、正幸監督、鶴巻和也監督も一応監督としての名が連なっていて、でそのテレビバージョン、テレビシリーズもこの3人が主に監督っていう感じで、こう、こんなこと言いたくないけど、いや、こんなこと言いたくないわけじゃないけど、鬼滅の刃を見た、見て、炭治郎を、のあの、こう自分で自分を鼓舞して、自分がやらなきゃって言った、もうみんなを救うんだっていう、あの、心持ちというか、そういうのに触れた後に、エヴァンゲリオン上を見ると、まあ、シンジ君が、まあ、あのさあって言いたくなるような、比べちゃいけない。比べちゃいけないんだけど、なんかね、もうあの、うじうじしてるでしょ？それがね、ちょっと、炭治郎と比べちゃったな。まあ、最近、見たばっかりっていうのもあるけど、まあ、とにかくちょっとイライラしちゃったっていう、言ったらよくないんだけど、こんなにもなんか、まあ時代時代、まあアニメが違うから主人公も違うって当たり前なんだけど、ちょっと今んとこ、シンジ君、ダメだなっていうのがすごく露呈してる、した、ジョでした。特にそっちの方ばっかり考えて見ちゃいましたね。炭治郎だったらそんなこと言わないみたいな。いや、良くないんですけど、そういうのもね、押し付けみたいな感じで、本当に良くない。新次君だって頑張ってる。で、まだ今ちょっとそんな頑張ってないわけじゃないけど、ちょっとね、こう、人との関わりを減らして、どんどん、こう、内向けに行っちゃってる状態。ね。この、エヴァンゲリオン。ジョはテレビシリーズの1話から6話までを、まあ、なんかリメイクではなく、リビルドって、その、監督とか言ってるそうです。リビルド、再構築っていう。かっこよくないですか？リビルド。私も今度からなんかリメイク作、リビルドっていうことをちょっと使おうかなって思いました。再構築かっこいいと思って。で、主題歌は、ザネイカルさんのビューティフルワールド。いやーもうこれ、もうよく聞いてた、このビューティフルワールド。歌詞がね、ほんと素敵で、音楽もメロディーも良くて、いい曲だ。ちょっとね、この後、ハとキュウも、限定公開で公開されるので、楽しみにしております。はい。そして続きまして、男はつらいよ、虎次郎純情詩集。これは、男はつらいよシリーズ第18作目で、マドンナに、京真知子さん、そしてダン・フミさんがご出演されてます。ダブルマドンナっていう感じですね。で、この男はつらいよシリーズで初のマドンナが亡くなってしまうというね、本当に悲しいお話なんですけれど。本当人はどうやって生きていくかみたいな、そういうことをすごく考えさせられる内容です。で、まあ、その、京真知子さんが病気で、もう余命いくばくかという中で、寅さんと出会って、その人生に彩りが、寅さんによって、人生にその彩りがこう加えられて、こう残りの余生を楽しく過ごして
最後を迎えるっていう内容なんですけど、まあその亡くなる病気でとかね、そういう内容は辛いですけど、まあ、今日まちこさんがものすごくこう目で語る演技というか、そういうのがこう何とも言えなかったですね。ドラヤのみんなでねご飯を食べてるシーンで、こう本当にこう笑いすぎちゃうかっていうぐらい笑うんですけど、その笑ってる姿もなんかこう分かってて見ると悲しいというか、うん、でも本当にこの男はつらいよシリーズの中ででも、私この第18作のトラさんが結構本当のダメ人間にダメなところがいっぱい映ってて、こうトラさんがこう無銭飲食しちゃうんですよ。で警察にご厄介になって、でドラヤのみんなに迷惑かけて、でまあおいちゃんがね、うちはこうやってこう飲食業をやってる身からすると、身内に無銭飲食したやつが出るなんていうのは一番恥ずかしいことなんだって言って、トラさんのことをすごく怒るんですよ。でもトラさんはもうちょっともう心ここにあらずっていう感じで、でおいちゃんに怒られた時にこうトラさんが、あれはね若かったからって言うのいや、そしたらおいちゃんが先月のことだって怒るんですよ。でそこでおいちゃんがトラさんが若かったからって言った時に、おいちゃんがプッて笑っちゃうの。あのねプッて笑っちゃうのって、まあさ、もうさ、こうすっごい怒ってる相手にかさ、すごいもうほんと突拍子もないようなこと言ったらさ、もう何に怒ってんだったっけみたいなぐらい笑っちゃう時ってあるじゃん。もうそれをねすごくうまく表現してて、あれってお芝居ってセリフでそうやってついててやってるのか、トラさんがアドリブで先月、あ違う、若かったからアドリブで言っておいちゃんがプッて笑っちゃったのか、どっちなんだろうってすごい思う。前もなんかこれ言った気がするんだけど、あそこのシーンは本当なんか面白いんですよね。なんか あのシーンを見てから、もしかして、まああれがアドリブかどうかわかんないけど、男はつらいよシリーズでアドリブでトラさんがなんか言って、こうみんなが笑いをこらえ、実は笑いをこらえてるみたいな、そういうシーンってあるのかなとかって、なんかそういうのをメインでもちょっと見てみたいなとか思うようになりました。はい、そして続きまして、爆笑問題 with タイタンシネマライブ。タイタンシネマライブっていうのを、違う、タイタンの事務所のお笑いライブっていうのをやってるっていうのは知ってたんですけど、今回映画館でもライブビューイングなのかな、でも見られる、あ、ライブビューイングじゃ、あ、どうなんだろう、ライブビューイングだったのかな、もう見られるっていうので、あの見ました。こう爆笑問題さんはあのラジオとかよく聞いてて、ちょっとタイタンのシネマライブっていうのどういうことやってるのかなっていうので、ちょっと興味本位で見てみたんですけど、いやー面白かったですね。本当、私お笑いのライブを見に行くっていうのはほとんどないんですけど、まあ、新喜劇やってたら、テレビでやってたら見るみたいな。でもまああれはでもどっちかというと演劇になるのかな、わかんないけど、でもめちゃめちゃ面白かったです。こうお笑いライブって自分がすごく好きって面白いなって思ってる芸人さんじゃない人たち、全然この人のお笑いのを見たことがないなっていう人も見れるじゃないですか。それでめちゃめちゃ面白かったのが、日本エレキテル連合さん、ダメよダメダメで一世を風靡した女性二人ですけれども、まあなんか独特の世界観、ダメよダメダメも独特の世界観でしたけど、なんか
私ダメよダメダメそんなに好きじゃなかったんですよ。なんかちょっとなんかお色気っぽいというか、ちゃんと見てなかったっていうのもあったんですけど、なんか推しもよりなお笑い、そんなになんかそこまで、まあ笑っちゃうのもあるけど、あんま好みじゃなくて。でもこの日本エレキテル連合さんの今回見させてもらったのは、あのチャロロンチャロロンチャロロンチャンチャチャロロン、この曲わかる？ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、なんか頭にユリが生えてる、刺さってる女の人がなんか憂いを秘めたというか、悲哀に満ちたというか、でなんかもうその人が出てくるときその曲が流れて、なんか何とも言えないんですけど、あの世界観にすごくこう癖になってしまいました。もう一回見たいって、それぐらいなんかもうシリーズでいっぱい見たいなっていうぐらいめちゃめちゃ面白かったです。で、あとウエストランドさん、ウエストランドさんはこの前見たM1 の準決勝でやられてたネタと同じネタだったんですけど、なんかこう同じネタを見るっていうだけでも、でもなんかそのまるっきり同じのを見れるわけじゃないじゃないですか。その2人のその日のコンディションとか、こう空気感とか、またなんか違うものが見れた感じがして面白かったです。で、あと驚いたというか、うわ美しいと思ったのが、ダニエルズさんのこう女装されてる方がなんか女の人よりも綺麗なんじゃないかっていうぐらい女装がすごい、ダニエルズって男性2人のコンビなんですけど、女装がすごく美しくて、はぁーと思いました。なんかあれ女の人かなっていうぐらい綺麗でした。で、あと能美蒼さんの、あの女性の OL の格好してたんですけど、足が綺麗で、なんかタイタン男性芸人さん、こう女装させると綺麗な人が多いのかなって、なんか勝手にそんなこと思いました。でもね、ちょっと冊子みたいなのをもらえるんですけど、あとウェットティッシュとかこうセットでこう入場者プレゼントみたいなのでもらえて、でその冊子の中に、あのよく舞台で共演させてもらってた宮地さんが載ってて、宮地さん乗ってると思って嬉しい気持ちになりました、宮地さんも本当に素敵な俳優さん、芸人さんであり俳優業もされてて、なんかね、そこにいるだけで絵になるというか、やっぱこう年を重ねるとこう円熟味が出るみたいな言いますけど、まあでもまあ宮地さん持って生まれたものもあるんだと、まあそのね技とかもいっぱいあると思うんですけど、本当になんかね、こうああなりたいなっていう目標の俳優さんです、はい、そして映画は以上になります。そしてアニメ、これはディズニープラスで見られるんですけど、ピクサー作品も見られるんです。ディズニープラスはピクサー作品、スターウォーズ作品、マーベル作品、そしてディズニーのアニメーション作品も見られるという、本当にどうなってんのっていうコンテンツ、サブスクなんですけど、映画のトイストーリーに出てくるキャラクターのアナザーストーリーで、またショートの短編みたいな感じなんですけど、まあ、ボーピープはどこにっていうのと、フォーキーのこれって何、お金って何を見ました。このフォーキーっていうのはトイストーリー4に出てくるあのキャラクターなんですけども、本当にまあなんだろう、こう突然作り出されたおもちゃなので、見るもの全てが
でしかもゴミで作られたものなので、こう自分はゴミだっていうこう固定観念というか、もう植え付けられた終わってる、もうなんだろう、潜在的に備わってる自分はゴミっていうのがあるから、いつもゴミ箱に入ろうとしちゃうっていうキャラクターなんですけど、なのでこう生まれたばかりだから何もかもが分からなくて真新しくて、そのお金って何っていうのを、あのハム、豚いるじゃないですか、に教わるっていう、 あの豚ハムはあの貯金箱なので、お金の概念みたいなのを教えてもらうんですけど、まあ、小さい子供が見ても分かるっていうか、で大人が見ても、あ、確かにお金ってそうだよなっていうのとかを感じる作品です。そしてボーピープは特に、このボーピープっていうのはトイストーリー1と2でウッディのなんか彼女なのみたいな感じで出てるんですけど、トイストーリー3ではあのいなくなってしまったおもちゃ、どこかバンエセルだったかな、まあ、そう、いらないってわけじゃないですけど、いなくなったおもちゃ枠でセリフで出てきたりとかしてて、でもトイストーリー4でこう実はボーピープはこんなことになってたっていうのがすごく描かれるんですけど、そのボーピープが主演っていうのかなをメインにした内容になっています。ぜひご覧ください。すぐ見れちゃうのでよかったら見てみてください。はい、それではサリの1週間以上になります。最後まで見てくださりありがとうございます。また来週。